これそう、象の柄のタイの、タイの生地のワンピースです。部屋着にした。こんばんは、こんばんは、こんばんは、みんな久々。めっちゃタイ、あのマルピとご飯っていうツイートの時に着てた服。こんばんは。ちょっと今日はスミル放送局もあるからそんなに長く配信しないんですけど、配信します。そう、9月1日から4日までタイに行ってて、昨日帰ってきて、このねタイのお洋服を着てます。なんか前髪が、帰宅中、おかえり、ただいま、みんな、ただいま。それでタイは4回目で、サムイ島は何回も行っててんけど、パタヤは初めて行ってきました。なんか今日全然頭回ってなくてさ、会話がなんか下手くそやな。ヤングガンガン12冊買った。えー、嬉しい、ありがとうございます。さ、タイの話もしたいねんけどさ、タイは誰かと一緒やったんって、ツイッター見てないですか？マルピと4日間一緒やったよ。で、そう、サムイ島は行ったことあって、でもパタヤは初めて行ってきて、すごい、昨日さ、ファンクラブの日記にも書いたんですけど、すごい街でした。マルピと一緒でしたよ。いっぱい話したいことあって、そう、ヤングガンガンもみんなゲットしてくれたと思うんですけど、え、ゲットしてくれましたよね。ヤングガンガンもちょうど9月1日に表紙のやつが発売になったので、なかなかね、売ってないお店も多いから、もしかしたらネットでお取り寄せしたりとかする方が早くゲットできるかも。あ、私ツイッターにシェアしてなかった。これですね。 OK、 こんばんは、買ってるよ、ありがとう。ねえ、みんなさ、ハッシュタグスミレは僕を太らせたい、ちゃんと使ってよ。いいねしに行くので見に行きますね。そう、妻は僕を太らせたいっていう、お料理が上手なお嫁さんと、あんまりその食が細い旦那さんがいるんですけど、その夫婦が、まあ、基本ずっとラブラブなんですけど、こうお嫁さんが料理を作って旦那さんに食べさせるみたいな。でその料理が、私も料理好きだから、そう、今回選んでいただけて、そうなの、ぴったりなコラボ。そうやねん、そうやねん。なんかさ、そのもともとのキャラクターも私の見た目にちょっと近いというか、黒髪ロングでナイスバディで、ちょっとこう清楚な雰囲気のキャラクターだから、まあ近いですね。やばい、頭からさ、ちょ、さっき TikTok 見てた時さ、ひき肉ですみたいな曲最近あるやん、あれがずっと頭に流れてんねんけど今。つみれの手料理毎日ってほんまにやばし。でも今日はそう、日本に帰ってきてご飯どうしようかなって思って、作ろうと思ってたけど、配信するから、あ、無理やなってなって、時間的に8時からしたかったので、本当は。だからね、今日はね、後でね、ちょっと本当にずっとお寿司が食べたくて、お寿司を頼みたいと思います。お寿司食べます、後で。ガンガンは東京で撮影して、そう、
で今回のガンガンすごい、ちょっと今手元にないから見せられへんねんけど、めっちゃ可愛くて、その可愛く撮ってくださったカメラマンの方がタイでも撮ってくれて、なので期待しててください。ちょんまげ小僧、いや見てるというか話題になって初めて見ました。あのフィッシャーズさんとのコラボのやつ。サイン会行くけどまだゲットしてない、通販で海外への発送も。ああ、え、海外から来てくれるの、ありがとう。それかもうすみれがもし友達やったら代わりに買って当日用意して渡してあげたいけど、日本でヤングガンが売ってるところに電話して取り置きしてもらうとかかな。難しいよね、確かに時間かかるよな。そう、この服タイで買いました。ででで、これとあともう一着買った、水色のちょっと形が違うワンピース。写真また載せますね。やっぱり日本料理がいいですか。タイ料理もタイ料理で美味しいものもあったけど、でもやっぱり日本料理が一番美味しいと思うな。お寿司とかとんかつとかラーメンとか。ポスター部屋に貼った、嬉しい。タイからお帰り、ただいま、ありがとう。フィッシャーズさん、誰が好きとかないけど、あんまり普段はそんなめっちゃ見てるわけじゃないんですけど、すごくアクティブな方たちだなって印象ですね。私も数日前までタイにいたのですが、会えませんでした。あら、多分タイって広いもんね。あのバンコクの空港に着いて、そっから2時間ぐらい移動して撮影地まで行ってたから、あ、タイって広いんだなって思いました。移動も結構長かった。飛行機もね、7時間8時間ぐらい乗ってました。なんか遅れたりとかで。昨日もね、朝出発して夜に着いた東京に。あ、タイ語でコメント来てる。なんて書いてんのやろ。コップンかサーディカオ。そういう服っていくらぐらいで買えるの。めっちゃお安くて、まあでも生地もそんなに分厚くないというか、まあ布なのでそんな凝った感じではないけど、いくらぐらいだったかな、ねだいたい1000円しないぐらいとか、800円ぐらいかな、700円とか、デザインにもよるけどですよ。タイカレー食べてない。タイ暑かった。でも日本の方がさ、同じぐらい暑いねんけどさ、湿気があるからさ暑いかも。初見です、ほんまに初見、ありがとうございます。バーベキュー予約した、ありがとうございます。そうそう、今月の、あ、今週の4月9月10日の11時半から新宿の方でヤングガンガンのサイン会があるんですよ。でそれは入場無料で、ヤングガンガンの中に入ってるアンケートを記入していただければ来れるイベントなので、ぜひ遊びに来てください。その後に16時45分から両国の方で移動してね、夕方5時から、受付は16時45分から両国のところでバーベキューをやりますので、私とこう皆さんとね。結構その普段のサイン会とかチェキ会と比べたらね、こうみんなで仲良くできる感じのイベントなので、まあね、そんな気軽に参加するのは難しいかもしれないですけど、気になってる方はぜひ遊びに来てください。それバーベキューめっちゃ楽しみやねんけど。意外とと、そう、意外と遠いの。タイミルクティー、それミルクティー好きやのにタイミルクティー飲んでない。飲みたかったな。
タイは日本の 1.5 倍。あ、そうなんや。じゃあめっちゃ広いな。まだ行ってみたいとこいっぱいありますね。こんばんは。4年ぶり。あ、そんなかも。タイのイケメンはイケメンいなかったですよとか言って。でもなんかあんまりその夜の繁華街みたいなとこも通ったけど、お店自体は行ってないからあんまり見てないわ。けどみんな優しかったですよ。ショールームフォローしてありがとうございます。今時撮影会の予約、あ、そろそろ始まるらしい。私も前日に詳細を知るので、皆さんが知るのは私が知った次の日とかなんですけど、ちゃんと予約スタートするときは事前にいつからだよっていうのは言うので。でももうそろそろ本当に、今だってさ10日のやつの受付中でしょ。で私は16日なので今週中かなと思ってます。明日また聞いてみるね、スタッフさん。新宿から両国までマイクロバス内で確かにみんなでそれで移動したいよな。お久しぶり、ありがとう。アンケート切って貼って出せる状態にして持ってこな。今日も切って買うの、あ、切ってな、切ってって買うの忘れるよな。なんかさコンビニ行ってさ支払いとかさこう発券するのとかさ、いくらでもやるチャンスあるのにさ、結局なんかギリギリになるみたいな、あるあるですね。先週末も BBQ して、え、誘われてないんですけど。タイのスイーツ食べましたか？スイカジュースでしょ？スイーツじゃないか。あとはマンゴーをめっちゃ食べた。あとマンゴスチンが美味しかったですね。いちごの珍しいお酒用意したのでバーベキュー。あ、なんかインスタのストーリーでさバーベキューイベントの持ち込み OK か聞かれて返したのあったんですけど、見てない方がいたら申し訳ないですけど、持ち込みは基本的にしなくて大丈夫というか、しっちゃダメというか、普段のイベントと同じで私に差し入れをこう持ってきてくださる方とか、個包装になってるものはいいんですけど、こう自分一人のための何ですか、飲み物とかは全然、お水これじゃないと無理とか、お茶これじゃないと飲めないって方は全然いいんですけど、持ち込みは基本的にはなしでとおっしゃってました、スタッフさんが。今時撮影会衣装は、まあ私服を部ごとに変えようかなと思ってます。なので全部の部着てくれても違う衣装で撮れます。でまだね買ってない、そろそろ買わないと。勢いでバーベキュー予約したけど現場で知り合いすっちゃんしか、あ、でも絶対に前回のスーファミリー限定のやつだったんですけど、イベントはそれに来てくださった方ならわかると思うけど、絶対に周りの人と仲良くはなれると思うので、私もねお話ししに行くので、みんなのとこに。お、フロムタイランド、わー、タイ楽しかったです。そうなの、持ち込みあんまりダメなんです。楽しもうね今何時？36分だ。明日も撮影なんです。でも今日は昨日帰ってきてもうほんまにうわー動かれへんと思って、でご飯食べるかすっごい迷ったんですけど、もう作るのも買いに行くのも頼むのもめんどくさくてご飯を諦めて、もう即シャワー浴びて寝て、でめっちゃ寝ました今日。一回何時に寝たっけ昨
1時とかに寝て9時に起きたんですけど、どうしてもなんか 眠くてだるくて体が、でもう一回寝て11時過ぎに起きて、洗濯物が大量にあるから洗濯回して、それで用事が今日あったので、そうなんかさ、ずっとさ飛行機乗ってる時でさ、こうなってるからさ、もうこの辺がすごい凝ってて、なのでちょっといつも行ってる整体にお邪魔して、この明日撮影だしこの辺を流してもらってすっきりしました。ご飯食べる、お寿司お寿司食べます。この後はすみれ放送局の方で配信するんですけど、まあ、タイのお話だったりとか撮った写真とかを見せれたらいいなと思っております。黒染めっていうかブルーブラック、ちょっと暗くした、黒染めはしない、あと髪質改善でサラサラになりましたよ。明太子ご飯、うわいいな。日本の白米ってさめっちゃ美味しいやってことに気づいてタイのお米ももちろんさ、ちょっとこう独特な食感が美味しいんだけど、白米ね、日本のお米めちゃくちゃ美味しいよね。ネタはもちろんタイでマグロ食べたい、マグロ食べたい、もう口がマグロ今。こんばんは。あ、それとあともう一個、このあと24時、今日の今何時だ、今20時39分ですが、このあと24時に私の4月に披露させていただいた「ひどいわ」というねソロ曲があるんですけど、それが配信されるので、なんかApple Music だったり Spotify だったり LINE Music だったり、昨日私がツイートした URL に配信される媒体が書いてるんですけど、そこで聴けるようになるのでぜひ聴いてみてください。なんかさすごくない、自分が歌ってる曲配信されるのすごすぎて全然何も実感ないんですけど、配信されるのでよかったら、なんか通勤中とか、あと何中、お風呂入ってる中とか、休憩中とか、ご飯中とか、運転中とかに聞いてください。最近ねライブもしてないからね、この間、まあ夏は1回したから1シーズンに1回ぐらいなのかな、どうなんだろう。今まで3回披露したんですよ、ひどいわは。そうで、来れない方も多いと思うし、私が歌ってることを知らない方の方が多分多いと思うので、いっぱい聞いてください感じですかな。よし、じゃあそろそろショールームは一旦おしまいにします。なんかもう髪の毛ボサボサ、何これ、嫌やわ。ではランキングを読みます。13位、カオル、ありがとう。12位シゲ、ありがとう。11位サク、お、アットタイ、ありがとう。コップンカ。10位ハイホー、ありがとう。9位バショウ、ありがとう。8位テツ、ありがとう。7位ポテンヒット、ありがとう。6位ハクルービー、ありがとう。5位マイコル、ありがとう。4位イワセ、ありがとう。3位熊太郎、ありがとう。2位大福、ありがとう。そして1位トラッキー、ありがとうございます。
ちゃんありがとうございます。日焼けはね多分してない。日焼け止めをもう塗りたくて、今この部屋の照明がちょっとオレンジっぽいからそう見えるか。何分後にすぐ配信します。もうこれをおしまいにしてアプリ開いてすぐ配信するので休憩なしでいきたいと思います。ではでは、ありがとうございました。コップンカー。